ャンネル。皆さんこんにちは、下川チャンネルの下野ですということで、皆さん WCS 見ましたか？結構日本人の方も準優勝やったり優勝やったりって感じでめちゃめちゃ勝ち上がってはってね、下川もちょうどホテルで1時間延長して見ちゃうぐらいもうめちゃめちゃ面白かったんですけど、でそのポケカの競技シーンがこの WCS もあった8月で、一旦2024年シーズンが終わって、次の9月から2025年シーズンが新たに始まるんですよ。なので本日は勝手に検証シリーズ、今ポケカで一番強い劇パックだけで揃えようと思って何泊かかるのか検証ってことで、じゃあこの9月からマジで世界目指すために頑張るぞってなったら何が必要か、そう、環境を知ること。それを知らんから今まで一応よかった。じゃあそのために何が必要なのか、そう、一番強いデッキを知ること。じゃあその一番強いデッキとは何なのか、そう、ドラパルト EX 多分ハルエンドチャンネルがやってたから多分。でそのドラパルトにもね、結構ねいろんな型があるんですけど、今回は今大注目のピショット型ドラパルト EX で、まあ環境的にはまあリザードンとタケルライトと、まあそのドラパルトの三スクビ三強っていう時代になってるんですけど、まあ最近よく勝ち上がってる方向を見るドラパルトデッキを、私たちは今カードショップでシングル買いをできる世界線に生きておりますが、もし株ポケがそれを全く許さない世界線にいたとしたら、何パックかかって集めることができるのかやっていきたいと思います。ようやくポケカでこれができる時代になった。マジ買えんかったもんバッグ。ということで今回のピショットドラパルトデッキ、ちなみに今現在カードラッシュで60枚、まあ、最低レアリティで買い集めたとしたら合計17,010円で、まあこう組むことができるよって感じなんですけど、私たちが今いる世界線にはもうすでにカードラッシュもアドバンテージも破裂ももうなくて、シングル買いができないのでパックだけで集めていきましょうって感じなんですけど、まずなんといってもケカにとって一番必要なものといえば、そう、エネルギーだと思うんですけど、でそのエネルギーって基本的にこういう拡張パックには全然収録されてなくて、入ってたとしてもほんまごく稀に UR 出るか出へんかみたいな感じになってるんで、それを見越してがさすがです、カブポケ様こういうものも用意してくれてます。基本エネルギーパック、これが各タイプのエネルギーをこうパックにして詰め合わせで打ってくれてて、で今回のドラパデッキやったら超エネルギーが3枚、このエネルギーが3枚必要なので、まあ、これで残り54枚は各所パックで集めていきたいと思います。まずは変幻の仮面から。で、このパックからはもうなんといってもデッキの目玉、ドラメシア、ドロンチ、ドラパルトの進化ラインと、あとごく稀に仲良しポフィの UR が、まあ、出てくることもあるんですけど、仲良しポフィはね、他のパックでノーマルで出てくるんで。で、まあ他にも、オーガポの各種と、多いねんな。アドレナリブラインのバシバシ。客寄せのシャリ立つ A スペック枠のレガシーエネルギー。結構強いんですよね、パック的に。女の子枠はゼイユちゃん。焼きそばが。で、まず、こちらオーガポンの石勢の面。で、この枠にドラパルトが入ってて、でもドラパルトは SR でもまあワンチャン出る可能性があるから、最速2箱で揃うこともあるというやつで、虫セトリセット。ドラパデッキ何が強いって、まあ何というか、まあ、カワさんが、ちょっと待って。待って。オーガポンの SR! おー、これの SR バージョン。妨害デッキ組めど。いや、まあまあ、関係ないねん。何が強いって、その、ドラパで、カワさんがこの間初めてジムバトル出たんです。そしたら、即 4-0 優勝。俺の強さじゃなくて、デッキの強さやったの。いやいや、そんなこと言ってませんよね。使う側にも結構大変。サミングタワー。あー。動物館。いや、もうそれ苦手やね。ポケゴーで、あー、マシマシラ、もう最悪。と、キチキチズ。おー。待って待って、こっちさ。SR2 枚目。あー、でもいるかな。と、オーカボン。かまどの面。あー。一番使われないオーガポン。ダブルレアーク。他全部就職先あんの。あー、待って。ドラメシア、おー、1枚目もうこれが出てから全てのね、始まりやから。 HP70 がエラー、そこまで。あー、ドロンチ、おー、偵察指令、いくらでもいけるやんっていうので、ドラメシア2枚目オーガポンのせいで種類が多くて、せいとか言うとあれやけど、ドロンチ2枚目あー、ハピナスダブレア、いや1枚出てくる、おー、 A スペック、おー、ポケモン回収サイクロン、まあ、A スペックは箱に3種類の中から1種類だけが出るという。そうですね、まあ、今回の A スペックは関係ない。ラスト1パックで、ここにラブレアが出るかどうか。 SR 枠で削られてナイケルエントライ、やばい、当たり前出ると思ってた思ってたよな。うわー、そうか、出んのか。2箱目ドラメシア、おー、もう3枚目とオーガポン緑の面、助かる、ナイケルドラゴでリザードンの弱点をつけるっていうのがめちゃめちゃ緑、この枠にドラパルト、あー、レトライ X、 うわー、マジ2枚目、うーん、出へんな、おー、ドロンチ、おー、
それでコンプリート3枚目だから残りドラメシアが1枚とドラパが3枚。ポフィン UR にそれいやいやあかんかえ UR 枠ポフィンチャンスはいあー大型ポン緑の面の UR めっちゃ助かる、助かるやんめっちゃ助かるありがとうダブルエアが残ってるダブルエアが多分あドラメシアラスト1枚これで4枚コンプリートラストパックだからここに多分ラブレアが入ってるからここでドラパ頼むおお初ドラパで、まあ、このねドラパルト何が強いってこの下のファントムダイブもうすでに傷ついてるね私のポケモンたちがなんか一気にバッバッバッって倒されていきなり4枚サイド取られてもうなんか負けちゃうみたいなことが起こるっていう残り2枚4箱目ここで2枚引かないと追加購入4箱あれば揃うと思ってんよないや思ってたレントラーイレントラーイキくんってことちゃん率高いってことで変幻の仮面4箱でドラメシアドロンチはコンプリートに対してドラパルトはまさかの1枚だけでも緑黄金は4枚揃いましたデッキちゃうね絶対そっちの方がよかったわついで黒煙の支配者でこのパックからはやっぱピジョット型というだけありましてポッポピジョットラインあとごくまれに出る UR 枠で一応炎エネルギーが収録されておりますでそのポッポピジョットなんですけどピジョットの方はなんなら他のパックでも出るかあちょっと待ってコーリッポ SR でピジョットは他のパックからも出るからいいねんけどポッポの方は HP60 のポッポっていうのがもうほんまこのパックにしか収録されてないんですよ他の50とかのやつはめっちゃ再録してんのにやからもう絶対ここで2枚も当てないといけないっていうだからこの世界線ではちょっとこの国営の支配者貴重になっておりますいやそうですよそうですよだってリザードンとかもねもう組もうと思ったら絶対これいいのかカードショップのある世界線だと若干割引でも買えますのでおかしいやろなあポケモンリーグ本部まあこっちのスタジオが入る方もたけるライコを見てこっちの採用の形もなんでこれが定価割れしてたのか意味が分からへんのHP60 がカーストボムを耐えれるサムヨルのねはぁだって多分このちょうど1年あーポッポおーってことはまあピジョットは多分残りあの別のパックで狙った方がなんなら出やすいのでポポ残り11パックなんで19パックでポッポは2枚揃うでしたおー SR も出てるしあー確かに確かに残り無冠続いてナイトワンダラーこう悪どい系のねポケモンたちがいっぱい入ってるという闇の切り札たちみたいな感じなんで全部電話で言うないやいやなぁブロロローム EX ダブルエアおぉサマヨルカスローム211やからそれこそダブル CS でなパッパッパッおぉヨマール1枚このヨマールが相手のベンチとかに立った瞬間にやばいこっち次こんだけダメージくるかもと思うからちょっとこのヨマールから倒さなあかんっていう警戒せなあかんカードですね夜の短歌おぉ大事よおヨマール2枚目コンプリートまあ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 ここはそれおキチキギスやったー倒されたら逆手でサンドローこれがマジで全て高なしをしてくるからみんないやマジでもあっ A スペックはおニュートラルセンターサマヨルの AR おおそっちでしょやおおアンズの火の SR おお悪ない悪ないあと1パックやのにまだヨノワール出てないたまに出ない時あるからどうやわですマジか2箱目、はい、おおキチキギスの SR 最高どんどんメアリティ上げていこうどんどんいこうおおヨノワールおー来たー通常版やけど16、18、20やから40パックでこのヨマワールとキチキギスは揃ってしたなんならキチキギスの SR も出た最強やん続いて最新弾ステラミラクルサポート枠の赤松ブライアそしてデッキに1枚しか入れることができなくてボックスからも1枚しか出ない A スペック枠きらめく結晶を狙っていきたいと思いますてかもうそこ次第でもほんまにちょっともうとんでもないことになるんでいやブライア出てからなんか全てがえ何赤松 SR コンプリートサポート SR とは一緒いやいやあかん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  A スペック枠 A スペック枠や A スペック枠がいたいな大事うわこっちでねんけどねそう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 すぐ進化できるからねあーかますかノーマルもありますあーブライアの
通常版やね、これは。A スペックのためだけの200個目。いいよ。夜のずくの宝石探し。テラスタルト。A スペック枠、A スペック枠、A スペック何みたいなだ。マジこの、これのためだけに向いてるで、これ。3箱目。うわ、A スペック枠。サナン、ウル、ギアル、はい。あー、デラックスボム。マジ3分の0。古代の方向、とどろく月、これだもん。準優勝、まさに。おめでとうございます。あ、来た、わざわしいデボリューション。あ、大地の器コンプリート。未来の一戦、鉄の回なの。 SR ごっつんプリファイ。白はあ、カウントキャッチャー。おお、カウントキャッチャー2枚目。17パックでコンプリート。ワイルドフォース、緊急ボード、いいんじゃない。ドタイソスの SR。 あー来た、仲良しポフィン。これから全てが始まっていくから、まず先手で引けたらマジ最高。おー、ポフィン2枚目。おー、ポフィン3枚目。いいね。あー来た、4枚目。48パックだったらポフィン4枚揃えます。と、タケル大根も2枚出ます。もうすぐこっちも組めそう。マジでそう。ということで、ここからはちょっと懐かしいシリーズ。まずはパラダイムトリガー、よりレア枠の森の封印石でございます。だけポケカ界のクリスタルメモリー。ああ、そうや、でも好きなカードを持ってこれるっていう。震えるない。あ、え、待って、え、SR っぽい、 SR っぽい。いる世界線には、まあ、もちろんなんていう、そのシングルがいいっていう概念はないけど、ないけど、でもルギアとレジドラが SR 欲しいやん。いくね、言わんこからの。はい、おお、渡るナイスある。おお、ドラゴン3枚持ってくれるやつ。私結構でも、あ、森の封印石。おお、なんでソリを確認してんの今。森の封印石大体逆ゾリすんだよな。それはそう、もうほんま直すの大変やねんから。これいくか、ロストアビス。ここからはもうなんといっても一旦目に立てるとめっちゃ嬉しい即席充電のロトム V が入ってるんですけど、そのロトム V がもう全然再録してなくても、まあ、シングル買いのある世界戦でもダブルレアやのに2000円超えてる。え、マジで言うけど、本当にロストアビスだけ売ってない。もう一応探してんけど、そのカードショップある世界戦で。あー、キュレム VMAX、 これは枠食ってない。そう、トリプルレアから。そう、別やから。トリプルレア別やから。大丈夫、大丈夫。いや、まあ、一応でもギラティナ欲しいよね。あー、え、これ入れてないよな、ロストスイーパー。まあ入れてる人もいる。アクロマ実験。いいよ。え、ロストアビスこれだけで。いや、ロストが組めるよ。そうそうそう、やったら強いんよな、ロスト。え、え、マジ、え、え、え、なになになに、 V の SR っぽい。ポケモンの、マジで頼む、 V の、はい、うわー、ウタの SR。 マジ、ここで初めて見た。マジで12、14だから16パックでロトムコンプリート。しかもスペシャルアート。うわー、マジでよかった。え、この奇跡ほんまに嬉しい。ちょっと憧れあって、でもやっぱシングルラインのある世界だと高いから、もう使うから。危なかったな、来年開けてたのレギオチやね。いや、そう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 、ほんまによ。ここからはハイクラスパック V スターユニバース。ハイクラス開けるだけ嬉しい。嬉しいよ。おっ、早速1泊目からマーフィー波のウェール、これでベンチ狙撃を防げるという。おお、かかりそう。おお、信用信念とネオラント。おお、ネオラントも。じゃあこれで3枚コンプリート。ラストはこのデッキを担っていると言っても過言ではない、シャイニートレジャー EX、 すごい釣り竿、ペパー、ビジョット EX、 ベストボール、ハイパーボール、不思議な雨、なんじゃもボスの指令、計21枚。このパックから狙っていきたいと思います。いかにハイクラスパックがありがたいか。いや、そういうことよ。あ、フーディー EX の SR、 使いやすくて。ペパー、おー、1枚目。おー、うん、すごい釣り竿となんじゃん。おー、いいね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 。あ、ネストボール、1枚目が追って待って、リザード、この SR。あ、待って、後ろファイパーボール。1枚目、1枚目。おー、不思議な目。おー、いいね、4枚必要です。ピショピショピショ。あー、ごめん、関係なかった、アチゲータが。あ、もうすぐ進化かなっていう。ちょっとごめん、ナイブになってるから。ハイパーボール、ピジョット。おお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 おボスの試合。おお、これでコンプリートってことで、シャイニートレジャー8箱開けてネストボール以外20枚コンプリートでした。なので、ネストボールはスカーレットになります。いや、でもちょっと開けれるの嬉しい。スカーレットカードショップなかったら5400円の箱を向かなあかんねん、ネストボールのために。あ、来た、ネストボール。これでスカーレットで13、シャイニードレジャーが84から
ネストボールだけで93パックかかってコンプリート。もっとキチキギスとか引っ張ってくるのに感謝せなきゃ。いやもうほんまにそう、ほんまにそう、もっともっと丁寧に使わなあかんかもしれない。ということで、揃ってない分の追加購入分、変幻とステラミラクル3ボックスずつ。もう残すは、ドラパとキラミカ結晶、もうマジで。ちなみにそれ3枚ラッシュで買おうと思ったら、1700円で買える。安い。あー、ニューカモン EX ダブルや。ちなみに、昨日からシティリーグシーズン1始まりまして、全然ドラパ買ってへん。最強説が、ちょっともう、崩れ始めてる。あ、おー、うん、ドラパ。おー !2 枚目、あと1枚。いや、強いね。え仲良しパフィー2枚。おー、1枚これにしよう。このな、すぐりとせい、えドラパルド EX。 おー、エサルでコンプリート。よっしゃー。25パック、だから5パックと155パックでドラパラインは揃うでした。そして仲良しパフィーの UR も出る。ポケカ界のフェアリーライフ。ラスト1枚、エースペックきらめく結晶を狙って追加ステラミラクル。やっぱ4枚入れるか。え、何来ました。忘れたの、忘れたの。エースペックワク、うわデラックスボム。待って待って待って、エースペックワクな、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 なに。デラックス、ちょっと待って、もう無理。来ました、エースペックワク、きらめく決勝。ちょっと、もう待って、もう無理、ほんまにありえへん。注目されてる。ちょっとほんまに。ということで、これ始めてからもう1週間経ちましたが、決勝だけ残り、もうそれを求めてステラミラクル、もうステラミラクルだけどこ持ってるか。マジでそう。キョキョ、待って、います。7箱目ベロバーからのレースペックワーク。はーい、大事。ちょ通算8箱目カウントキャンターの電光石火ヒバニーからのエースペックワーク、きらめく決勝デラックスボム。もういいねん。どうする、え、どうしたらいいんこれ。え、近所の小島とコンビニで計45パックもう急いで買ってきました。マジで頼む。違うエースペック戻しましょうよって言った人たちやったらもう大爆笑してる。エースペックワークきらめく決勝頼む。はい、デラックス。大本命ボックス、マジでえ、勇気のお守り UR、 悪運にも程がある。いや、やばいと思う。こんな、え、3分の1でオリパ当たりますって言われたら買わん。うち買うで。当たると思っちゃうもん。そう、当たると思っちゃうやん。3分の1なんて。エースペックワーク、ピックワーク、カムカメからのキラメク楽しい。およし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 、やっとみんな、これがきらめく決勝やってことで、このきらめく決勝を入れてドラパルト EX デッキ60枚完成です。で、ね、8パック余ったから、合計パック数731パックで、定価換算ね、定価換算したら164,880円分パックを剥けばドラパルトデッキはパックだけで組めるでした。改めてやけども、ほんまにカードショップに感謝、本当にありがとうございます。そしてそれを黙印してくれてるカブポクにも感謝、本当に感謝、ありがとうございます。5000円してもおかしくないと思う。それをカードショップだと700円になります。おかしい。ということで、皆さんも堅実にシングル買いでデッキ組むのもいいですが、たまにはパックだけで世界に一つだけの相棒を組んでみてはいかがでしょうか。マジでおすすめしない、ほんまに今すぐシングル買いに行こう。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録&高評価ぜひマジでよろしくお願いします。以上、下川チャンネルでした。2週間お待たせしました。マジでお待たせしました。もうほんまこれをやってました。本当にすいません。このカードだけちょっともう額縁入れとこよ、マジで。